こんにちは、こんばんは、カブくんです。ちょっとね、お出かけタイム、こんなところにいます。はい、でここはですね、どこなのかっていうのは後ほどね、後ほど今日は分かりませんけどお伝えしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。それではぼちぼち今日やっていくんですけど、ちょっとすべて紹介できるか分かりませんけど、お話ししていきたいと思います。はい、ね、まずメイさんからです。よろしくです。うん、ありがとうございます。返信は、こちらで、スケート靴は橋口さん、ですね、橋口さんが既存の靴を、微調整している感じですね。うん、柔らかい方が、高く飛べるなんて翔馬くんだけでは、まあ確かにですね、柔らかい靴で、高く飛べるっていうことがちょっとよくからくりがよく分かりませんけど、あの靴が柔らかいことによって、まあ、この足がこういうふうに、ね、なんていうんでしょうかね、やりやすいんですよ。うん、どういうことかというと、あの靴が硬いとですね、まあ、こうやって靴がこうやってありますよね。そうするとここがね、ここのところ、ここがこうやって曲がりにくいんですよ、硬いと。でも柔らかいと曲がりやすい。だから塔を引っ掛けやすくできるんですよね、柔らかいと。だからもしかすると柔らかい方が、まあ、引っ掛けやすいのかもしれませんね。うん、一応そういうふうに僕は考えています。ただちょっとよくわからない部分はあと多いと思いますね。はい、でブレードは小塚さんも手掛けている、高さのある、舞ですね。うん、靴の飛び幅、試したのかな、この辺はちょっと分かんないですね。うん、友野くんは試しながら既存の、を使っています。ブレードは、そうですね、良すぎて戻れないと言っていたような滑らかに、滑り音まで綺麗ですよね、ということですね。うん、そして、松井さんどうもです。ありがとうございます。カブさんこんにちは。スケート靴は外国に行くと、これは飛行場で荷物を取るゲートで荷物が迷子になって、本番ですね、もう、出てこなくてキャンセルしてしまった選手がいたそうで、あ、ロストバリューですね、はい、ロストバリューが起きてしまったということです。うん、ロストバリュー、なるほど。これはそうですね、過去にはケミー・マイズナー選手とかが2006、2007年かなにどっかのグランプリシリーズで起こしたと思います、ね、あと他にも何かあった気がしますね。衣装をロストバリューしたりとかする人がいたと思います。うん、で翔馬さんも荷物が迷子になって他の選手が練習しても靴がないから、出てこないから、次の日やっと、会って練習を少し長めにできた、嬉しそうに話していました。うん、スケート靴は飛行機の中に持って、入ることはできないから大変です。うん、その通りですね。これ本当にフィギュアスケートのターの、ちょっと怖いところであって、海外遠征をするときにですね、やっぱそのスケート靴が何でしょうかね、なくしてしまうリスクがあるんですね。うん、やっぱりなのでちょっと待ってくださいね、すいません、ちょっとはい、なんだっけな、うん、だから結構そういった意味では、まあ、スケート靴を自分の手元に持ってたんですよね、手荷物として。だけどそのスケートのブレードの刃がですね、多分返信がこれ如月24さんから、本当にスケーターにとって靴は命なのに、凶器になりうる理由で、機内に持ち込めない、うん、スケーターである証明書みたいなもので許可を取れるようにできないでしょうか。うん、カナダのキーガンレーシングは靴が間に合わず、女性ものの貸し靴です。あ、はいはいはい、白い靴がありましたね。うん、懐かしかったです。はい、練習が試合だったか忘れましたけど、うん、靴間に合ったのかな、ちょっと忘れましたけど、女性用の靴を履いて、なんか練習か何かはされてましたよね。うん、まあでもそれをやっちゃったらもういろんな人が私のこれもいいじゃん、これもいいじゃんって多分なってしまう可能性があるので、なかなか難しいかもしれませんけど、
まあそのまあ、スケートのブレードのところがやっぱり凶器として見なされてしまうので、まあ、なかなか難しいかなと思います。でロストバリューとかをしちゃうと代わりの靴っていうのが、まあ、持ってるっていうことは少ない人が多いと思うので、うん、だから大事な試合とか世界選手権とかオリンピックとかだったら本当もう、もう泣いちゃうっていうかもう最悪ですね。はい、YM さんどうもありがとうございます。本当に皆さん靴に詳しい。うん、翔真くんも昨年くらいから靴についてインタビューとか、ことあるごとに、お話をされるようになりましたよね。うん、昨年橋口さんの手助けもあり、靴と、向き合ったことがご本人の中でも成長できた大きな理由だと思っているとおっしゃっていましたよね。うん、運命の出会いと掴んだ幸運を、話さなかった翔真くんの力だと思います。そうですね、うん、回転スピードと飛距離で飛ぶのが、翔真くんのトリプルアクセルですね。高さは少し低めですが、まあ、低いって言ってもね結構最近は高さ出てますよね。うん、まあ、でも幅跳びの方が強いとは思いますけど、うん、すごいやっぱりジャンプ中のジャンプの力をその後のですね、まあ、回転 の力を、ジャンプの流れに変えられるので、そういうのを見てると本当力の転換力っていうのはすごいと思いますね。力の転換力っていうのがねやっぱすごいなと思います。体の中にバネがあるんじゃないかっていうくらい、なんていうかこう、うん、それが生かせてるなっていうふうに僕は思うので、はい、うん、で、そうですね、4回転アクセルとなればやはりもう少しの回転スピードとやはり高さかな。でも4回転フリップや4回転ループは高さも出てきたんでアクセルも、可能では、少なくとも今すぐ翔真くんに必要な武器ではないと思うんで、怪我をしないようにじっくり練習してほしいですね。うん、まあ、これもその通りですね。うん、まあ、正直今年はねやることがいっぱいあると思うんですよ。やっぱり新しいコンビネーションジャンプだったりとか、そういった部分がね、うん、そういう部分がね結構たくさんあるので、まあ、スピンとかもそうですし、だからまあちょっとずつね回転を増やしていったりとかしていけばいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、でも突然できてしまうっていう可能性もあるので、ちょっとよくわかりませんけどね。うん、まあ、トリプルアクセル、トリプルループとかね、そういうジャンプとかをやって軸作りとかを作ったりする可能性もあるので、うん、楽しみですね。はい、そして、エミリーさんこんにちは、どうもありがとうございます。ね、スイスはナショナルチームにステファンが、コーチングに行ってるんですよということですね。なるほど、なるほど、うん、中由美ちゃんは鈴木亜子ちゃんの振り付けで、可愛いですね。うん、すごいわかります。うん、あ、こちらの話はちょっとジュニアの話になってくるので後でお話ししようかなとちょっと思いますね。はい、うん、すいません、このままやっぱりそうですね、ジュニアのお話もしていきたいと思いますので改めてよろしくお願いします。スイスは、ナショナルチームにステファンがコーチに行ってるんですよ。中井亜美ちゃん、鈴木亜子ちゃんの振り付けなんですね。すごいわかります。で、男子はリオ君は後半のステップみたいなところエッジが深くて曲に合わせてグイングインとなかなか大人っぽい演技ですね。2つ目のスピンはあれですが、3つ目のスピンはなかなか良かったんじゃないでしょうか。3つ目のスピン、うん、ちょっとド忘れしちゃいましたけど、うん、そうですね、強い動きをしてもやっています感がなくて踊れそうですね。須藤くんはこれもまたデニス・テンさんに憧れている。あー、なるほどなるほどなるほど、わかる気がしました。腕の表情がとても良かったし、綺麗に流れるような空気感が素敵。うん、須藤さんちょっと僕びっくりですね。うん、ステーピングの、うん、感じがとても、また斬新な感じで、はい、派遣がチームごとなのは帯同がいっぺんに済むからでしょうか。シニアのシーズン直前ですし、先生が毎週毎週遠征したら大変ですもんね。で、だから今回そんな感じで結構ジュニアグランプリの派遣される先っていうのが
チームごとに分かれてますよね。うん、多分そういったからくりなんじゃないかなと思いますね。うん、カズさんどうもこんばんは。ラトビア大会も日本選手頑張っていますね。うん、中井選手のスピードあるスケーティングが魅力的。中井選手、中田選手、トリプルアクセル成功おめでとう。嘘、何これ、決まっちゃったんですかね。あ、中田選手か、中井亜美選手、あれ待って、どっち、中田理央くんだっけ。あ、だって僕ちょっと頭混合します。中田選手って男子、ショートプログラムですよね。うん、実は僕はフリースケーティングご覧の通りちょっとお出かけしててまだ見れていないんですけど、そうですね、これからはい、見て、まあちょっとずつ見ていこうかなと思うんですけど、うん、中田選手トリプルアクセル成功おめでとう。今日一驚いたのは須藤選手の、スケーティングスキルの良さ。うん、恥ずかしながら初見だったのでドキも抜かれました。いや、僕も須藤さんは初めてですね。中田選手はノービスの時にちょっと見たんですけど、うん、解説者も興奮してスケーティングスキルの最高と、リンクカバレッジ、素晴らしいと連呼していました。この先どんなジャンルも滑りこなせるだろうと、とても楽しみな選手。トリプルアクセルもダブルアクセルと見違えるくらい、軽々軽やかで、滑らかでびっくり。各大会の全選手大活躍で、個性的で日本スケート界もこの先明るいなと思います。そうですね、うん、男子も女子もね、うん、面白いですねやっぱね、うん、彼はスピンの柔軟性もありました。アイジスピンとかもやってましたし、ちょっとバランス崩してしまったところあったんですけど、でも、うん、滑らかなスケーティングとか、うん、こなしていましたんで、うん、楽しみですね。で、MF アカデミーさん、木下アカデミーさんと同じく注目されてくると思うので、そういったところもチームワークなんかもちょっと見ていきたいなと思ってますね、僕は。うん、滑ってないとさん、こんにちは。キミー・レポンド選手、をチェックしました。よかったですね、スイスのキミー・レポンド。うん、2019年のババリアンオープンで優勝した動画です。すでに伸びやかなスケーティングで、ですね、技術の安定感があり美しくて、センスが良くて貴重な存在ですね。うん、僕もそう思っていますよ。で、去年から持ち越ししているフリー曲がエクソジェネシスで聞き飽きているので少しがっかりですが、スケーティングが見応えあるんで見てみます。うん、結構だから音楽の選曲がね、うん、そういう聞き飽きてしまってる分ってやっぱありますよね、やっぱ。うん、まあこの辺はだってほらカロリーナコースタナーとか見てると、もう昔のカロリーナが2000だから5年であったりとか、もちろん6年もガブリエルも素敵ですし、まあそれ以降もいろんなプログラムね、うん、ザ・ドワーズのストームだったりとかね、あとはその後もボクシングの午後の前奏力だったりとか、いろんなプログラムやっぱ斬新なものを演じてきて、選曲もそうですし、うん、振り付けもそうですし、そういったものがあったと思うので、まあ、そう思うとちょっとやっぱり最近の、でも全員じゃないですね、うん、ラトビアの女の子なんかもすごいやっぱ斬新な選曲で面白かったりするので、全員じゃないんですけどもね。ただエクソジェネシスは確かに聞き飽きてますよね。エクソジェネシスはもう僕はジェレミー・アポートで終わりにしてほしいかなと思ってるからですね。ジェレミー・アポートがエクソジェネシスやってたんで、それで僕は注目してましたけど、うん、そっから皆さんエクソジェネシス使ってて、うん、エキスクラで並んでた7歳年上のお姉さんも2016年のワルシャワカップなども出場されていて、映像が見たいんですが探せていないです。なるほど、7歳年上のお姉さんいたんですね。で、アカウント名を何気に変えました。あ、琥珀院さんだった。あ、なるほど、滑ってないとさんって、あ、琥珀院さんだったんですね。すみません、ちょっと全然分かんなかったです、ね、でも確かに緑色でしたね。うん、これからもよろしくお願いします。滑ってないとさんということで、はい、うん、よろしくお願いします。今後もよろしくです。うん、マルクン DX さんどうもありがとうございます。
最近の12月勢の選挙区の件共感しまくりです。私もジュニア選手ならではの可愛らしい曲や明るい曲が見たい派です。なんか海外勢が大人路線が多い気がします。本当ですね。本田沙羅ちゃんの、ベビーフェイスみたいな感じ好きなんだけどな。だからまあ今回も女子でいうとアイガットリズムを見あの中井亜美さんかな、亜美選手がねやってましたけど、やっぱりまあジュニアらしいというかそういう感じがあったので、まあ、昔も本田真凜ちゃんがね、スマイルだったりとか、それからベートーベンのスプリングソナタであったりとか、そういった明るい曲をやっぱやってたと思うんですね。三原舞ちゃんなんかも、森山直太朗さんの桜をやったりとかね。結構だからそういったこうジュリアらしいっていうプログラムがやっぱ見てみたいと思うので、あれですね。ただなんか欧州の選手たちとか見てると、まあ、さっきのラトビアの選手もそうですけど、結構こうかっこいい振り付けもやっぱりあるんですよね。ラトビアとかあとオーストリア、オーストリアとラトビアが結構かっこいいですよ。ミクテナ選手といい、他のオーストリアの選手といい、あとねエストリアの選手がね結構そういう感じで、例えばあの最近のエストニアの選手があのアメリカのレイチェル・フラットみたいな滑りをする選手が多い気がするんですよね。エストニアも結構強くなってきてるのかなっていう感じがしますね。あのキーバスっていう面白い選手がいる、あの彼女はかなり違う感じはしますけど、それ以外はあのアメリカのレイチェル・フラットフードスケートをする選手は結構多いかなと思うんで、ちょっと話されてますけどね。タップダンサーの池さんどうもです。ありがとうございます。紫藤選手ですが、どうやら私のハトコみたいでということですね。これはマーカーを引きますね。紫藤さんがですね、私のハトコらしいです。すごいですね。以前から国内の大会の動向を気にしてはいましたが、今回のショートが好発進ということで非常に嬉しく思っています。これはちょっとあの家族で応援したいですね。タップダンサーの皆さんもそういえば氷のリンクで滑っていたっていう話を以前されていたかと思うんで、ちょっと気になりますね。ということらしいです。すごいですね。カブくんテレビの視聴者の方かな、ハトコだったっていう、これはちょっと驚きです。最近グレイシー・ゴールド選手も調子が上がっているみたいで良かったです。なんかちょこちょこ来ていますよね。今季はパガニーニのシナイリオ教職なんですかね。とてもいいプログラムですね。久しぶりに世界の舞台で彼女の姿を見たいです。なるほど、今年はグレイシー・ゴーダー、それを使うということみたいですね。彼女はあんなまま引退しちゃうのかなっていう、そういった感じがあったかと思うんですけど、でも見事にこう少しずつ復活してきましたよね。次のオリンピックを目指されるのかもしれませんし、今アメリカのシニア女子はあのレビト選手は強いですけど、それ以外の選手ちょっとまだ分かんないんですよね。安定感がない。でもちょっとあの今回のジュニアの中で、強い選手リー選手が出てきましたから、結構楽しみではあるんですけど、あのグレイシー・ゴールドも次のオリンピックに向けてもしかしたら続けていく可能性もあると思うんで、そういったところは楽しみかなとちょっと思いますよね。アンパンタンさんどうもありがとうございます。日本国内ブロック大会のエントリーが続々と発表されています。木平選手はやはり中部選手権に出るということらしいですよ。木平選手が、中部選手権に出場ということらしいです。で、松井里奈選手は川上選手と顔を合わせますということですね。そして吉田花選手が近畿選手権のシリナにエントリーということですね。これは驚きですね。確かに。で、ジュニアグランプリ初戦の仕上がりを見れば、もうシニアのトップと競えるレベルにあるのはほぼ間違いないので、力試しですかね。そうですね。昨シーズンも結構最後の方良かったので、結構脅威になってくるんじゃないかと。男子はジャパンオープンが初戦の宇野選手&鍵山選手以外のトップ選手は軒並み、ブロック大会から、指導予定。
で三浦選手と佐藤選手が同居する東京、江戸物選手や三宅選手、坪井選手らが集う近畿は特に白熱した争いになりそう。その一方で関東男子シニアはエントリーがゼロということですね。なるほど。千葉になる MF が東京連盟に登録しているようなので、関東ではなく東京ブロックに出てくるんですよねということみたいです。おかげで東京は盛り上がりますが、関東は閑散という感じですね。なるほど、そういうからくりだそうですよ。そして吉田香奈選手について、もしかしたら木下アカデミーの戦略的かもしれませんが、ジュニアグランプリの日本勢の活躍を見る限り、全日本ジュニアでの全日本、本戦の出場権の争いは熾烈で、壮絶なものになることが避けられないと、で吉田花選手にシニアカテゴリーで全日本の切符を取ってもらい、ジュニアでの争いを少しでも楽にしようという作戦。なるほど、この辺は難しいですよ。その可能性も確かに、あり得るかもしれませんね、かと思いました。完全に憶測です。シニア勢はジュニア勢の大波にどう対峙していくのか、今季の、国内戦の大きな見どころになるのは間違いありません。いやー楽しみですね。その全日本の予選大会の試合なんですけど、僕まだいつから始まるのかちょっとそこら辺の予定も分かんないですけど、ちょっと気になりますね。いろんな大会が目白押しかと思いますので、皆さんの演技を見ながらですね、いやでも本当かなり層が厚くなって、かなりもうそうですね、全日本選手権もう誰が勝つのか分かんないというかね、全く予想つかない状況になってきている気がしますけども、まあ、グランプリシリーズもありますし、ね、もう本当大変なことになってますからね。はい、そして跡部陽子さん、どうもありがとうございます。カブくんこんばんは。テレビ東京羽生結弦独占インタビュー3視聴をしてきました。1番目、これまでにした決断で一番大きいものは、2番目、北京五輪の公式練習で過去のプログラムを滑った理由、3番目、この先に向けての、夢や目標の話でした。なるほど、中学時代、震災の時大変だったみたいですね。中学時代の話は初めて聞きました。時間があったらカブ君も見てください。テレビ東京独占インタビューはこれで終わりでした。どこに書いていいか分かんないから、ここに書きましたというの。で、どんな話したんだろう。僕これ多分見れないんですよね、海外だから。YouTube では見れるからと思う。YouTube で見れるとすると探してみたいと思います。はい。こういった話をされたという感じですね。はい。ゆうのやーさん、どうもです。カブさん、練習お疲れ様ですね。衣装出来上がりですね。よく似合っていますよ。カブさんの右側に素敵な衣装がかけてありましたね。民族衣装ですか。ベルギーは雷が最近多いんですね。日本もまた台風13号が生まれそうですよということで、結構これからも台風12号はあれからどこに行っちゃうんだろう。でこれ民族衣装、これ多分ねインドの衣装ですね。インドの民族衣装だったと思いますね。はい。三輪さん、どうもです。ただいま仕事から戻りました。朝語ったバリウムは大きめなコップに並々かな、想像より多いかなということですね。今このねこのティーをちょっと飲んでるんですけど、これくらいですかね、僕の顔くらいかな。竹森猫様、先ほど仕事に帰り例のしょうまくんも使っていたブンブンチョコは買ってきました。とりあえず玉ねぎをみじん切りに、役立つからダイソーの300円のを試してみようかな。ありがとうございます。病気は、無事に終わりましたかということですね。竹森猫さん、お疲れ様です。私は元気ですよ。多分他のことですかね、と多分ゆめっちさんじゃないですか多分。ブンブンチョッパー買ったんですね。私はまだ持っていません。あんまり料理しないし、多分ねブンブンチョッパーの話はですね多分ゆめっちさんだと思いますよ。手が痛いから料理は控えて、ハンバーグやチャーハンなどの
玉ねぎや人参などのみじん切りに便利そうだから買ってみました。しかし今日は別メニューに、ではまた後。皆さん、竹森猫さん大変失礼しました。私、ゆみちさんに対するコメントをするはずが間違えていましたということで、ゆみちさんですよね、確かね、うん、はい、はい、了解ですということで、うん、松井邦子さんどうもです。いつ見ても陸上フィギュア上手ですね、本当に表彰で見たいです。うん、表彰ね、僕どうしようかな今年っていう感じですね。今年本当にまだ分かんないですね、ちょっとね、目処が全く立ってないです。家の部屋はインテリアはゴージャスで素敵ですね、雷鳴してます。カブさん、雷雲の中で鳴っていると言っていましたね。私も雷見るのが好きです。今年はおかしいです。雲観雷、雨がザーッと降って明るくなって雷が鳴っていました。カブさん、甘いも、雷が鳴っていました。カブさん、虹の衣装できなかったんですね、おめでとうございます。いやー、ありがとうございます。この衣装を着て、あと ズボンをちょっと作ってですね、そんな感じです。マイクボーカズミさん、よろしくお願いします。マイクボーアキラさん、カズミさん、カブくんこんばんは。家内のタブレットから送信しています。天国に行くというから、ひょっとしてトップレースかのスパにでも行くのかなと思ったんですが、写真でしたね、写真でしたよ、から、スラカエさんのクイズさすがに分かりませんでしたよと。難しいですよね。で、これは逸話真由美さんと呼びます。先生、僕あの五輪さんって呼んでました。英国の国歌が変わりました。あ、なるほど。ゴッドセーブザクイーンからゴッドセーブザキングに。あー、なるほど。今のカブ君見てたら必要なんて、薬必要なんてなさそうですね。そうですね、おかげさまで薬はちょっともう、ね、本当に、はい、鉄道ファンは欧州発祥、欧州発祥ですよということで。あ、なるほど。ということは日本よりも多い感じなんですかね。でもなんかあのベルギーとかで電車の写真とか撮ってたりとかする人ってあんまいないんですよね。たまにいるけど日本ではない気がするんで、なんか日本の方が多いかなっていうイメージはあったんですけど、欧州発祥だったんですね。特に英国に多い。なるほど。英国では貴族の趣味から始まりました。あ、なるほど。ドイツではゲストファンのことを、あ、ちょっとやめませんね、アイゼンバンフロイトと呼ぶ、アイゼンバンフロイトと呼ぶ、鉄道の友と呼びますよという。ああ、へえ、それ面白いですね。アイゼンバンフロイトっていうらしいですね。ちょっと、なるほど、そうらしいです。三輪さんどうもです。こんにちは。おお、なんでカラフルな品川にたくさん、楽しそう、行ってみたいな。サクランボビール美味しそう、飲んでみたいな。サクランボビールはね、僕でもちょっと飲みますね。度数は多分低めで、あのサクランボビールとかって女性用のビールって言われてて、あれを飲む人は女の子しかいないって言われて、よくバカにされるんですよ。赤い色ならグラスに注ぐとおしゃれな感じになりそう。今日は週末だから私も秋の味のビールを買ってきましたよ。で、僕はちょっとお茶で酔っていきたいと思いますけど、じゃあ乾杯ということで、これは、ハーブティーかなんかですけど、はい、いろいろスーパーは秋の味の新しいお菓子や飲み物も出てきましたよ。枝豆、それはそのグリーンの袋に見覚えがあり、日水の、冷凍、枝豆じゃないかしら。なんかね、日清だった気がします。日清、たまに安くなり、夏場はボウルに入れて、冷水にすぐにできる、それですよ。あ、なるほど。サッカーの J リーグなど、試合を見に行くときにタッパに出て持っていくのはかなりたくさんあるから、現地では少しでも600円とか、スーパーなら1袋200円くらいだから、ベルギーにもあるなんてびっくり。そうですね、僕は食べたことないんですけど、ありましたね。で、ポテトチップスやお菓子もチョコも食べてみたいな。赤ワインもありますね。興味津々ということで、はい、そういう感じですね。いいなぁと、いうことでございますけどね。そしてマイクボカズミさん、アキラさん、ポイントです。
カブ君こんばんは。僕の上司だった部長は炭酸がダメでバリウムを飲む際どうしてもゲップが我慢できずブハッと吐き出してしまい、検査技師さんに何度も怒られてしまいました。なるほど。僕も中島みゆきさんが好きでハイブリッド車の開発で難航をしているときは朝の通勤時はですね、車で NHK プロジェクトの X 主題歌、プロジェクト X の主題歌地上の星を、帰宅時はヘッドライトテールライトを聞いていましたね。ああ、なるほど。地上の星は知ってるんですが、このヘッドライトテールライトはちょっと知らないですね。うん、地上の星はもうすごいやっぱ有名だし、僕もカラオケなんかでたまに友達と昔歌ってましたね。うん、かっこよかったですね。なんかツバメみたいな感じ。うん、なんででもツバメよっていうんですかね。いまだに分かんないのが、なんで地上の星にツバメが出てくるのかよく分かんないですね。うん、なんでなんでしょうかね、あれね。うん、松井さんどうもです。カブさんこんにちは。私も不眠症で眠剤と精神安定剤を飲んでいます。これは飲んでいないと悪夢を見るので怖いです。一番恐ろしいのは人を殺したり殺されたりで夢に出てきます。あとなかなか寝つけません。カブさんカラオケ行くんですか、歌うんですか、声がいいですね。いや、これ本当に音痴ですね。本当に音痴で、ベルギーはカラオケあるんですけど、まあ、ブルーセルっていうところにしかないんですよね、カラオケが。だからこちらにはないので行けませんけども、うん、虫が嫌なんて翔馬さん好きな国ではないですか。私の名も虫が嫌いです。高橋大輔さんと同い年ですということでございますね。なるほど。大橋大輔さんっていうことですかね、ということらしいですけど、うん、なるほど。うん、宇野翔馬くんは多分スイスだと思うんで、多分スイスの方が虫多分多い気がしますね。ベルギーはいませんけど、でも雲がいっぱい、雲ですね、あれがでかいのが結構普通にいるんで、うん、はい、そんな感じです。うん、レモンみかんさんどうもありがとうございます。カブくん衣装が出来上がりましたか。ベージュのツヤツヤが綺麗です。ウナ・ヘンドリックスさんが昨年ベージュの衣装を着ていたのを思い出しますが、彼女も綺麗でした。うん、この部屋はリビングだったんですね。ベッドだと思っていたがソファーだったのですね、ということ。あ、そうですね、そうです。ね、ソファーですね。うん、衣装民族のサリーでしょうか。うん、あれちょっとねよくわかんない、あれはサリーなのかなと。うん、グリーン系の豪華な衣装ですね。サリーは憧れです。この雨雲と雷の感じはなんか8月中旬の日本の空に似ています。なかなかと雨雲が続いていました。イギリスではエリザベス2世の女王が王位70年でお亡くなりになりましたが、イングランドに生涯を捧げました。ロンドンのバッキンガム宮殿のあたりにくっきり一重の虹が出ました。おお、なるほど。最近ね、虹が出ることが本当に多いですね。これ関係あるのかな。うん、でも最近なんて言うんだろう、なんか民主主義な感じの人たちがどんどんなくなっていってる気がするんですよね。ロシアといい、ロシアもほらゴルサチョだけもう民主主義を歌ってた人だったし、まあ、多分エリザベスさんも多分関係ないかな。あと安倍さんもですよね、どんどんなくなっていってる気がするんですよね。まあもちろん年を取ったかっていうこともありますけど、うん、なんか大きな時代の終焉というか 変遷なのかちょっと怖いですね、僕はね。うん、10日後にウェストミンスター寺院で総理です。ベルギー王室の方も参拝なさるそうですよ。次はチャールズ3世王となります。首相はウォリス・ジョンソンから女性のトラス首相になります。時代が移り変わっていきますが、どうか平和で穏やかな日々が続きますようにということですね。どうなっちゃうのかな、ちょっと怖いですね。うん、今日なんかもちょっとある場所に来てるんですけど、人々の表情を見てるとみんな下向いてますね。ちょっとなんかだから世の中がちょっと、うん、この世の中がっていう感じになってます。はいはい。そして、美和さんどうもです。あ、これは、間違えて弓木さんに、コメントする竹森さんにコメントをしてしまいました。大変失礼しました。弓木様は手の検査だからコメントが大変かもで、また調子がいい時でもブンブンチョッパー、早速みじん切りチョッパー買いましたよ、ありがとうございます。うん、はい、ということでございます。うん、はい。そして美和さんもう一度です。お知らせです。
いよいよ明日9月10日土曜日から浅田真央ちゃんの新しいショーアイスショービヨンドが始まります。いや楽しみですね。もうかなりね僕ね早くしないと置いてかれてますね。覚悟を持って挑戦し続ける浅田真央が全国の皆さんに送る進化の物語。今日最初のリハーサルチェック終わり、いよいよですね。初日は滋賀県からで、滋賀県立アイスアリーナ1公演目の朝1時。朝、10時から2公演目が2階席で若干あるようで、見たい方はこう臨場感バスが出ますよということですね。で、成田駅3番乗り場から5分おきに15分で到着で200円を用意しておきましょうと。もう楽しみですね。曲や衣装に振り付け。私の知識はチケット SA 席も S 席もなくて、やはり早めにエントリーしてよかったです。真央ちゃん頑張ってということでございますね。はい、ということで皆さん、ちょっともうもうレストランもう閉店しちゃったんで、もう誰もいなくなっちゃったんで、僕はもうこれからちょっともう一回ですね、あちらの方に行ってきますので、ちょっと今日はこういう配信になっちゃったんですけど、これで終わりにしていきたいと思います。はい、ではありがとうございます。バイバーイ。